秋篠宮ご夫妻の長女・眞子さまが南米ペルーとボリビアへの公式訪問を終え帰国されました眞子さまは11泊14日間にわたったペルーとボリビアへの公式訪問を終え午前4時過ぎに羽田空港に到着されました空港では出迎えの宮内庁職員らの挨拶に笑顔で応じられました午前10時ごろには帰国のの報告のため 皇居の賢どころを参拝されましたペルーとボリビアではそれぞれ日本人移住120周年の記念式典に出席されました多くの日系人らと交流を重ねたほか現地の歴史や文化にも触れられました